テテ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 テあ今回はね、ちょっとね、この間ね、まあ、休みの日に、ちょっと、まあ、でっかい、スーパーに行ってきて、ちょっとね、ちょっと、まあ、値段が高い、まあ、ちょっと高め、まあ、値段が、そんなに、まあ、高くないし、ちょっと高めの、まあ、値段、まあ、4000が5000円する、なんか、ジュースみたいな感じで、それ、まあ、買ってもうデビューしようかなと思って、今回はこちら。はい、こちらです。今回、僕が、レビューするのはこちら。ちょっと、見えづらいと思うんですけど、こちら、ジャポンサイダー。ジャポンサイダー、ここに書いてあるんですけど、ここに、広島県産、ジャポン果実 100% 仕様ですね。まあ、これ、ま、どういうことかというと、これ、ま、ジャポンサイダーなんですけど、ジャポンサイダーって、ま、いろんな種類があるじゃない。まあ、他にも、なんか、安めのジャポンサイダーとか、あと、長細いジャポンサイダーとか、あるんですけど、まあ、これ、ま、実は、どういうことかというと、これ、まあ、瓶的にちょっと高いんですよね。で、この間、僕、ちょっとでっかい、店とか行って、これが、まあ、たまたまあったんですよ。で、値段見たらすっごい、ちょっと高いんですよ。まあ、普通のジュースより、普通のジャポンサイダーってあるじゃん、ペットボトルの。それぐらい、ちょっと高い。まあ、5000円か6000円するぐらい、ちょっと高めのやつなんですよ。で、まあ、結構瓶らしくて、まあ、他にもジャポンサイダーっていうのあったんですよ。で、まあ、たまたまこれがあって、ちょっとレビューしようかなと思って、ちょっと手に取ったんですけど、すごい、瓶、なんか、ワイン的な感じですね。焼酎とかワイン的な。ね。でも、すごいね、ラベルも、なんか結構、ワインティックみたいな感じ。もうラベルが、ワインティック。タイトルがジャポンサイダーですね。では、広島県産ジャポン果実 10% 仕様っていうことで、広島県産の、なんか、ジャポンを使用した、なんか、ジュースらしくて、僕、ちょっと、まあ、僕、広島出身で、ちょっと、広島弁は、まあ、使えるっちゃ使えるんですけど、じゃけ、これが、うまいんじゃけ。こぼれたんじゃけど。いただきます。チュポン、あ、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 チュポン、うさいでー。なんか、すごい。この感じ。まあ、色的にはこんな感じですね。サイダー。透明サイダーみたいですね。透明サイダー。じゃあ、いただきます。酸っぱい。
ジャポンサイダー、あ、飲んでみたんですけど、うん、原液量が書いてないですね。あのね、飲んでみたところ結構うまいんですけど、結構うまいんですけど、ちょっと最初飲んだ時にちょっとす急しっぱ急あの喉になんか酸っぱさが来るんですよ。なぜからちょっと癒し系みたいな、ああ、っていう、なんか、癒し系みたいな感じ。結構うまいですね。ジャポンサイダー。ぜひ皆さんも飲んでみてください。はい、ということで、じゃあね、長くなったんですけど、まあ、ここで、この、まあ、ジャポンサイダーなんですけど、皆さんね、ぜひ、飲んでみて欲しい、まあ、一品なんですけど、今回僕がレビューした、ジャポンサイダー、広島県産ジャポン果実 10% 使用って書いてあるんですけど、要はこれ、まあ僕も初めて飲んでみたんですけど、広島県産のなんかジャポンをなんか使用したみたい的な感じでして、まあちょっと値段も高くて、まあ、5000円か6000円ぐらいするんですけど、まあ僕、ちょっとね、まあ育ちが、まあ広島出身で、まあ、広島県のことは詳しくないんですけど、やっぱりまあ広島に来たら、広島に来たら、まあ、宮島、カープ、原爆ドーム、とかあるんですけど、まあ、まずね、広島に来たら、僕に、会いに来てください。それでは終わり。